岸田政権の掲げる少子化対策を盛り込んだ子ども・子育て支援法等の改正案が昨日審議入りしました。財源確保のため医療保険料に上乗せして加入者から徴収する支援金制度を盛り込んでいて、野党は増税そのものだと追及しました。国民に負担増となるのに実質負担なしと繰り返し、負担が少ないかのように見せる総理のごまかしの姿勢です。一方、岸田総理は実質的な負担は生じないというこれまでの説明を繰り返しました。支援金は歳出改革による保険料負担の軽減効果の範囲内で構築することを基本とすることで、実質的な負担が生じないものであります。支援金の徴収は2026年度から段階的に開始し、政府は1人当たりの負担額が2028年度で月額450円になると試算しています。